最終島4.3事件。最終島4.3事件。チェジュド。43事件は、1948年4月3日に、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下に、ある南朝鮮の最終島で起こった島民の放棄に、伴い、南朝鮮国防警備隊、韓国軍、韓国警察、 朝鮮半島の李昌晩支持者などが1954年9月21日までの期間に引き起こした一連の島民虐殺事件を指す。南朝鮮当局側は事件に南朝鮮労働党が関与しているとして政府軍、警察による大粛清を行い、島民の5人に1人に当たる6万人が虐殺された。また、最終島の村々の70%が焼き尽くされた。 1945年9月2日に日本が連合国に降伏すると朝鮮半島はアメリカ軍とソ連軍によって北緯38度線で南北分割占領され軍勢が敷かれた。この占領統治の間に南部には新米の李承晩政権、北部には抗日パルチザンを称する近日成の北朝鮮労働党政権が それぞれ米ソの力を背景に基盤を固めつつあった。1945年9月10日、朝鮮建国準備委員会支部が最終党にも創設され、間もなく最終党人民委員会と改められた。1947年3月1日、最終市内で南北統一された自主独立国家の樹立を訴えるデモを凍っていた、島民に対して警察が発砲し、 島民6名が殺害される事件が起きた。この事件を機に3月10日、抗議の前頭ゼネストが決行された。これを契機として、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁は、警察官や北部、平安道から逃げてきた若者を組織した右翼青年団体、西北青年会を最終党に送り込み、白色テロが行われるようになった。 特に常日の西北青年会は反響を掲げて、島民に対する弾圧を重ね、警察組織を背景に、島民の反乱組織の壊滅を図った。島民の不満を背景に力を増していた南朝鮮道道党は、1948年4月3日、島民を中心とした武装放棄を起こした。1948年に入ると、 南朝鮮当局が南側単独選挙を行うことを決断し、党内では選挙を前に激しい左右両派の対立が始まった。その中で単独選挙に反対する左派島民の武装放棄の日付が4月3日出る。警察及び右派から12名、武装放棄側からは2名の死者が出た。最終島民の放棄に対して韓国本土から 鎮圧軍として陸軍が派遣されるにあたり、政府の方針に反抗した部隊による反乱が生じ、冷水、順天事件、韓国本土でも戦闘が行われた。この混乱により最終島の住民を中心に、戦闘から逃れて、日本へ渡る者が多数生じ、これが在日朝鮮、韓国人の先祖の多くを占めるともされる。最終島では、 韓国軍などにより放棄したものは弾圧されたが、人民遊撃隊の残存勢力は、ゲリラ戦で対抗するようになったため、治安部隊は潜伏している、遊撃隊員と彼らに同調する島民の処刑、粛清一家。これは、8月15日の大韓民国成立後も、韓国軍、この時正式発足によって継続して行われた。韓国軍は、 島民の住む村を襲うと若者たちを連れ出して、殺害するとともに、少女たちを連れ出しては、2週間にわたって、臨館、虐待を繰り返した後に残殺したと言われている。1948年9月に、近日清は朝鮮統一国家を標榜する、朝鮮民主主義人民共和国の成立を宣言した。1949年12月24日には、朝鮮半島南側で、 韓国軍は、住民虐殺事件、危機喜び虐殺事件を引き起こし、共産主義者による犯行であると、情報操作した。1950年に、米軍から、朝鮮半島を解放すべく、朝鮮人民軍が進撃し、朝鮮戦争となると、朝鮮労働党党員狩りは、熾烈さを極め、1954年9月21日までに3万人、 完全に鎮圧された1957年までには8万人の島民が殺害されたとも推測される。また、歩道連盟事件が起きると本土と同様に刑務所で1200人が殺害された。会場に投棄されていた以外は日本人によって引き上げられ、津島の寺院に安置されている。歴史的に権力闘争に敗れた両藩の流刑地、左遷地だったことなどから、 朝鮮半島から差別され、また貧しかった最終島民は、当時の日本政府の防止策を買いくぐって、日本へ出稼ぎに行き、定住する人々もいた。韓国併合後、日本統治時代の初期に同じく、日本政府の禁止を破って、朝鮮から日本に渡った20万人ほどの大半は、最終島出身であったという。日本の敗戦後、その3分の2ほどは帰国したが、4.3。 事件発生後は再び日本などへ避難し、そのまま在日韓国人となった人々も多い。日本へ逃れた島民は大阪市などに最終島民コミュニティを形成したが、彼らは最終島出身者以外の韓国人コミュニティからは距離を置いた。最終島では事件前1948年に28万人いた島民は、 1957年には3万人弱にまで激減したとされる。木村光彦、青山学院大学によると、最終党4.3事件及び、冷水、順天事件を政府は鎮圧した、その後共産主義者の反政府活動及び保守派の主導権争いのために、政情不安定に陥り、経済的困難の深刻化もあり、結果、たくさんの朝鮮人が海を渡り、 日本に密かに入国し、正確な数を把握することはできないが1946年から1949年にかけて、検挙、強制送還された密、入国者数は5万人近く、森田義夫、戦後における在日朝鮮人の人口減少、朝学法第47号に達し、未検挙者を、その3倍から4倍と計算すると、密、 入国者総数は20万人から25万人規模となり、最終党からは、最終党4.3事件直後に2万人が日本に脱出したとされる。野口博之、産経新聞政治部専門委員は、韓国保守政権及び過去の暴露を恐れる加害者の思惑が絡み合い最終党4.3事件の真相は葬られているが、不都合な狂気の殺戮死解明にまともに取りめば、 事件で大量の密航難民が日本に押し寄せ、居座った生死も知るところとなろう。膨大な数の在日韓国、朝鮮人の中で最終党出身者が圧倒的な割合を占めるのは事件後難民となり日本に逃れ、そのまま居座った非合法、合法の人々数千人、数万人説ありが原因であると述べている。この事件を 初めて発表した在日韓国人作家の金井師範は2015年4月1日に第1回最終4.3平和賞を受賞したが受賞に際しては右翼団体の妨害もあった。長年反響国勢に掲げてきた韓国では責任の追求が公的になされていない。また事件を語ることがタブー視されてきたため事件の詳細は未解明である。 2000年に近代中政権の下で4.3真相、救命特別法が制定され、4.3委員会が設置された。21世紀になって2003年2月25日に韓国大統領に就任したロブゲンは自国の歴史生産事業を進め、2003年10月に行われた事件に関する島民との懇談会で初めて謝罪し、 最終4.3事件真相究明及び犠牲者名誉回復委員会を設置した。さらに2006年同日の犠牲者慰霊祭に大統領として初めて出席し、当民に対して正式に謝罪するとともに事件の真相解明を宣言した。事件から逃れて日本に渡った最終党出身の在日韓国人はその恐ろしい体験から またひどい目に合わされるのではないかと、祖国へ数十年も訪れることのない人々も多かったが、韓国政府が反省の態度を示し始めたことで、60年ぶりに祖国を訪れる決心をした人物も現れ始めた。しかし、その後の保守派の李明博政権、2008年2月25日から2013年2月24日、牧金恵政権、 2013年2月25日から2017年3月10日の時代には進展は見られなかった。むしろ2010年以後は中国観光客の増加と中国人による最終等不動産買い占め懸念が問題化し、過去の事件は忘れられつつあった。2017年5月10日に大統領に就任した文在寅は就任後初めての4.3事件犠牲者追念日で、 ある2018年4月3日の追悼式に2006年のロブゲン以来大統領として12年ぶりに出席した。ムンジェイン大統領は追念時で私は今日その近代中政権とロブゲン政権の取り組みの土台の上に4.3の完全な解決を目指し揺らぎなく進むことを約束します。これ以上4.3の真相究明と名誉回復が中断したり、 交代することはないでしょう。それとともに4.3の真実はどんな勢力も否定することのできない明らかな歴史の事実として位置づけられたことを宣言します。国家権力が加えた暴力の真実をきちんと明らかにし犠牲となった方たちの怒りを解き明を回復するようにします。このために意外の発掘事業も悔いが残らないよう最後まで続けていきます。 遺族たちと生存犠牲者たちの傷と痛みを治癒するための政府としての措置に最善を尽くす反面、賠償、保償と国家トラウマセンターの建設など立法が必要な事項は国会と積極的に協議いたします。都事件の完全解決に意欲を示した。文大統領はまた未だに4.3の真実を無視する人々がいます。 未だに古い理念の屈折した目で4.3を眺める人々がいます。未だに韓国の古い理念が作り出した憎悪と敵対の言葉が溢れています。もう私たちは痛みの歴史を直視できなければなりません。不幸な歴史を直視することは国と国の間でだけ必要なことではありません。私たち自らも4.3を直視できなければなりません。 古い理念の枠に考えを閉じ込めることから逃れなければなりません。高級的な平和と人権に向かう4.3の熱望は決して眠ることはないでしょう。それは大統領である私に与えられた歴史的な責務でもあります。今日の追念式が4.3の英霊たちと犠牲者たちに慰安となり、我が国民たちにとっては新しい歴史の出発点になることを願います。と強調した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。